みんなが一匹の大きな魚みたいに泳げるようになったとき、スイミーは言った。僕が目になろう。そして大きな魚を追い出した。いやー、懐かしいですね。皆様おなじみスイミー、ご存知の方も多いのではないでしょうか。こういった子どもたちの想像力を育んでくれるさまざまな絵本等を扱っているお店が、今私がお邪魔しています未来屋の森、イオンモール岡山4階東エリアにあるお店です。店内にはさまざまな絵本、児童書、漫画、小説などが所狭しと並んでいます。店内とってもカラフルですよね。さて今日皆さんにご紹介したいのは、今子どもたちの間で大人気のこちら、銭天堂がたくさん揃っておりますので、ご紹介していきたいと思います。銭天堂、なんだか怪しげなる雰囲気ですよね。不思議駄菓子屋と書かれています。この物語のベースとなりますのが、不思議駄菓子屋銭天堂という、こちらは路地裏にひっそりとある駄菓子屋さんだそうです。こちらの主人ベニコが、さまざまな子どもたちの悩みを駄菓子を使って解決していくというのがこのストーリーだそうですが、なんとも引き込まれるレトロな不思議な空間になっていますよね。こちら現在1巻から15巻までが販売されているということで、こちらにたくさん並んでおります。子どもたちもさまざまにお小遣い等を貯めながら、この銭天堂を購入されているのかなと思いますけども、どうでしょう皆さん。こちら、この本に出てくるすべての駄菓子はこのカバー絵にござんすよと書かれています。やはり物語のキーワードとなりますのがこの駄菓子なんですが、このように裏表紙には数多くの駄菓子が描かれております。この小説になっていますので、あ、この駄菓子はこんな見た目かな、こんなカラーなのかなとみんな想像しながら読み進めていくわけですが、その駄菓子がこの中のどこかにあるということで、こちらを宝探し気分で探しながら物語を読み進めていくというのも楽しいかもしれませんね。このように1巻から15巻までが現在販売されているようですが、テレビアニメでも放送されているようで、さらにたくさんの子どもたちから人気になっているようです。さあ現在未来屋の森では、このように1冊ご購入の方に1枚ずつこのトレーディングカードをプレゼントしております。どの絵柄が当たるかは分かりませんので、ぜひとも楽しんで引いてみてくださいね。キラキラっとした可愛らしいデザイン、こちらすべてオリジナルになっておりますので、皆様ぜひともゲットしてみてください。数量限定となっております。さあ子どもたちの間で大人気のこの銭天堂、不思議駄菓子屋、この不思議なちょっと怪しい空気に皆さん触れてみてはいかがでしょうか。さあこの時間は未来屋の森からおすすめの小説、子どもたちに大人気の銭天堂をご紹介いたしました。で皆さんにはお店の場所をご紹介いたします。イオンモール岡山4階東エリアにある店舗が今回私がお邪魔しておりました未来屋の森でした。店内には他にもさまざまな絵本や児童書が並んでおります。おうち時間が増えていますので、子どもたちのひとときにこの絵本一緒に読んでみてはいかがでしょうか。以上、イオンモール岡山4階にあります未来屋の森からお届けしました。